れが心配しますね。繰り返すうちに慣れてくる。赤信号でも渡るのが当然になってくる。交通整理という信号の存在意義を忘れる。果ては交通量に関係なく信号を無視する。それはそのうち他のことにもつながっていくと思うんだ。小さなルールから次第に大きなルールに。規則を破ることを何とも思わなくなる。決まりが有名無実化して社会秩序が乱れていくんじゃないかって。僕はそれが怖いんだ。そこまではねえだろ。話が飛躍しすぎだ。まあ俺はそうは思わないけど、お前の言いたいことは分かった。自分の考えがあるなら好きにすればいいさ。俺が嫌いなのはな、渡る前に周りの人がどうしてるか見るやつ。渡りたいなら渡れって怒鳴りたくなる。ハヤトは常に堂々と渡ってるわけだ。当然。まあ確かに自分の意志を突き通す人ってかっこいいよね。迷惑なこともあるけどさ。なんだ、俺が迷惑だって言ってんのか。もうこの二人のやりとり微笑ましくて好きですよ。そうだよね。なんか私の住んでるところも、まあ、なかなか田舎なんですけど、そこにもね、ちょっとおばちゃんとかが歩道じゃなくて道路を堂々と渡るんですよね。車が避けるのが当たり前みたいな。そういうの本当にちょっとね、やめてほしいですよね。なんか、あ、そうだ、ステータスチェックとかしといた方がいいのかしら。まあいいか、話す。誤解しないで聞いてほしいんだけど、私はいじめは悪いことだって思ってる。でもいじめっていつまで経ってもなくならないと思うんだ。うん、私もそう思うな。誰かを仲間外れにすることで貴族意識を高めたり優越感を感じたり、それって本能なんじゃないかなって。それにね、いじめられたことがない人がいじめをなくそうっていうのと、経験がある人の言うのとでは全然説得力が違うんだよ。たとえその人が自分の過去について言わなくても、言葉の感じでわかるっていうか。だから、いじめがなくなってきたら、訴えかけられる人も減って、いじめがまた増えるんじゃないかな。うん。そういうのをフィードバックとか言うのかな。戦争も同じかな。戦争を知る人がいなくなったら、また戦争が起きちゃうんじゃないかな。でもね、努力は必要だと思うんだ。いじめも戦争もなくすことはできなくても、減らすことはできるよ、絶対。それに、どうせ無理だって思いながらやっても意味はないと思う。いつかなくなると思えるから頑張れるんだよね。ごめんね。だったら誰にもこんなこと言わなければいいのにね。でも、誰かに聞いてほしかったんだ。話してくれてありがとう。私もそう思うな。うん。やっぱりいじめられてる人をね、なんか、私はその、ね、誰かを仲間外れにするとかさ、ね。そういうのは、うん。まあいいや、はい。話す。信じることは大切。よくそう言われるけど、それは本当だろうか。俺はずっとそう思ってきた。騙された時って信用した時じゃないか。信用しなければ騙されることもないんじゃないか。信じられるのは自分だけ。そういう人間は寂しいだろうか。誰が嘘をついていて、誰が本当のことを言っているのか。そんなのは普通わからない。後になってその人の言ったことが嘘だったのか本当だったのかわかるんだ。その時は手遅れなことが多い。今回も正直俺は君たちを信用していなかった。君たちが何かの目的で俺を陥れようとしてるんじゃないか、そう思ってた。今だから君たちも俺と同じ立場だったって言えるけど、そんなのは結果論でしかない。でも思ったんだ。大切なのは信じることじゃない。理屈抜きに信じられるようになることだってな。
無理に信じようとなんてしなくていいんだ。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。まあね、そうですよね。そんなことをしてもいいことはない。自分の身を守るためには不信も必要なんだ。時間をかけて、数ヶ月、数年になるかもしれないけど。喉が痛い。本当に気を許せる人が一人でもいれば、それは幸せなことなんじゃないか？そう思いますね。私は、なんていうのかな。なんか友達とかでもそんな感じですよね。なんというか。親友が多い人とかいますけど、多いの悪いってわけじゃないんですけどね。なんかもうちょっと、もうちょっとというか、まあ、信頼できる人が多いのはいいんですけどね。うん。私は、なんか広く浅くですね。多分。広く浅く。うん。友達は多いかもしれない。でもなんか親友とかいるのかな？いるのかな？私は親友って思ってるけど、向こうがそうなのかっていうのはわかんないよね。うん。はい、一休みして進めます。なんかちょっとしんみりしちゃった。さて。これでいいのだろうか？わからない。てんてんて。誰も何も喋らない。わかってるんだ。お互いの考えてること。この世界の創造主がいなくなった。だから僕たちは元の世界へ帰れる。みんなそう思ってる。違う。みんなそう思いたがってる。あの人は言ってた。もうすぐこの世界は崩壊する。そうなった時、起こり得ることは二つ。僕たちは元の世界に戻れる。あるいは永遠に異空間をさまよい続ける。みんな気づいてる。でも誰も口には出さない。言葉にしたら、それが本当になってしまいそうで。嫌だ。そんなのは嫌だ。永遠に帰れないなんて。元の世界に戻れないなんて。終わりは近い。それが歓迎すべきものなのか、それとも。そんなのってあり？アミさんがしきりに腕時計を確認している。せっかくここまで来たんだから脱出したいよ。帰りたいよ。長い。たった一秒間が。遅い。時の流れるのが。うん。嫌いな授業を受けてる時に何回も時計見ちゃう感じだね。多分。そんなに経っていないはずなんだ。それなのに。もう何時間もこうして座っているように感じる。たまに流れる車内アナウンス。あれが僕たちの支えだった。僕たちを現実をつなぐ唯一の希望。そういえば、さっきもアナウンスがあったな。あ、間もなく発車となります。間もなく。間もなくってどれくらい？それが意味するのは、生、死。どっちだろう。グッドエンドなん、なんか違う。待って、グッドエンドいけんのかな？すごいグッドエンドもうこれグッドエンドだろうっていう気持ちで進めてるんだけど、違うかな？怖い。怖いよ。現実世界でやり残したことはいっぱいあるんだ。まだ死にたくない。ちょっと待って。突然の疲労感。肉体的にも精神的にも。薄暗くなっていく。僕、頑張ったよね。ダメ。眠い。なんて、お願いだから、グッドエンドいけますように。寝落ちパターン。夢落ち。そうそうそう。起きた時には全員いますように。